藤村忠夫は、明治44年、山口県下関市に生まれた。昭和初期、藤村は、大阪の道頓堀を、根城に誕生した愚連隊、角屋の一員となって暴れ回っていた。この頃、二代目山口組の若手と兄弟分だったことから、一時は二代目山口組組長、山口昇宅に居候していたこともあった。終戦後、そこかしこの闇市や繁華街で横暴を極めた不良外国人グループに対抗するため、大阪南で愚連隊南道会を結成し、あまたの抗争を繰り広げ、大阪で屈指の愚連隊にまでのし上がった。当時の南道会は、無頼の愚連隊というだけの存在ではなく、無力の警察に代わり、不良外国人グループの横暴から地域住民を守るといった、いわば自主警察みたいな役割を担い、地域住民から頼りにされていた。また、藤村は、銭金では動かない、プライドの高い愚連隊としても知られている。昭和24年頃、藤村は田岡一夫三代目の舎弟となり、山口組入りした。当時の南道会は、南のキャバレーやバーから、みかじめ料を徴収して資金源としていた。ちなみに、バー、ゼロを経営していたことから、南道会は、ゼロクラブと呼ばれていたこともあった。昭和35年、明友会構想後、山口組勢の大阪進出が相次ぐ中、南道会は明友会の地盤を吸収し、組織力を拡大させた。しかし、もともと大阪市を地盤にしていた柳川組は、大阪に進出してきた他の山口組系列の団体と紛争を起こし、進出を拒むと、田岡一夫三代目は、各組の利害を調整するため、藤村を大阪地区の総責任者に抜擢した。南道会の最盛期は、大阪南の盛り場を地盤に、約100人の組員を抱え、山口組屈指の組織力を誇っていた。昭和37年、藤村は南道会を解散させ、藤村組と改め、昭和38年、南道会の最高幹部だった、南道会八人衆を三代目山口組に取り立て、自身は山口組七人衆に就任し、最高幹部の一員となり、山口組を支えていたが、昭和41年12月5日、藤村忠夫は国立大阪病院で肝臓疾患により死亡した。